ドジャースの大谷翔平投手は、ここまで35試合を終えてメジャートップの打率点364、同トップタイの10本塁打などロケットスタートを切っている、米国でスポーツデータを提供するコーディファイ・ベースボールによれば、指標は真っ赤に染まり、いかに好調かが一目で明らかになった。翔平・大谷、なんということだ、という言葉とともに公開された表は、7項目を100点満点で数値化したもの。 大谷は、XW オーバー、打球の角度や速度をもとに得点を予想する期待値、が100。XBA、打球の角度や速度をもとに打率を予想する期待値、が100。XSLG、打球の角度や速度をもとに長打率を予想する期待値、が100。平均打球初速が99。バレル率が100。ハードヒット率が100。スイートスポット率。 バットの芯に当てたパーセントが98を叩き出した。なお同僚のムーキーベッツを見てみると、XW オーバーが97、XBA が99、XSLG が88、平均打球初速が81、バレル率が42、ハードヒット率が70、スイートスポット率が93となっており、いかに全項目で高い数値を出すことが異常かがわかる。 ファンは、信じられない。彼が野球界で最高の選手だと再認識した。本当にえげつない。理解しがたい。全部真っ赤だ。年間200万ドル。約3億800万円。はバーゲンだ。彼より早い平均打球初速をマークした選手なんているのと驚きの声を上げた。